はい、準備してきました。ステータス見るの忘れてたんで、こんな感じですね。特効が2だけ高いですね。まあ、晴れパの感じですね。見通し眼鏡を、まあ、持たせておきましたと。厳正の洞窟に行きます。さてと、出発の前にもう一度目的の確認ですわ。とにかくこのゴーストってお尋ね者を捕まえれば OK ですわ。ジワコイル保安官は今から向かえばすぐに追いつくって言ってたから、パッと行ってサクッと終わらせましょう。うん、じゃあ出発ですわ。はい、赤青の軽量体のマグマの指定ですね。さて、上、この BGM も好きだな、やっぱ。店か、店あるけど金持ってないんだよな。どうなってんの。いで、技がはたく根を張る草笛葉っぱかったと。どうなんだろう。まあ眠らせる技使えるんで、まあ角抜けだっけ、これ角抜けか。うわー、店あるな。ほんと不思議玉だけだね。なんだっけ、草笛と葉っぱカッターは固定で覚えてた、あとはランダムみたいな感じだったかと思います。技はあった。最初の方は敵弱いんですけどね。どこだ階段。真ん中かな。あ、倒せんかった。あった。厳正の洞窟上層部。確か4回刻みって書いてあった気がしたんで。それなりに来ましたけど、ゴーストはどこにいるのかしら。まだだいぶ先に逃げてるのかしら。おい、お前。お前今何と言った？もしかして俺様のことを探しているのか。誰でしょう。声はそれでも姿が見えず。くっ、俺様が見えんのか。ならば姿を見せてやろう。キャー、びっくりー。くっ、俺様ゴースト。俺様を探しているということは、お前探検家だな。そうですわ。私の名は決まり。あなたを逮捕しに行きましたわ。逮捕だと？くっはっはっは。面白いこと言う。おい、決まりとやら。お尋ね者の俺様がなぜお前の前にわざわざ出てきたと思う？そりゃ俺様が今まで一度も捕まったことがないから。俺様を捕まえようとした全ての探検家が挫折し、自信をなくしていった。その恐ろしさを、お前も味わうがいい。行くぞ。ああ、いて。ひどいね。マジで言ってんのそれ。さすがにそれひどくねえか。しょうがないな。いて、ちょっと、こんな杖なんて聞いてないぞ。あ、治ったか。いいや。
よし、オッケー。もう倒せるだろうと思ってね。初戦でこれかよ。ひでえな。ぐお。ぐお。ふぅ。なんとか倒せましたわ。しかし、ゴーストっていろいろ言われには大したことなかったですわね。道具なかったら絶対負けてたけどな。低いともしない。気絶してるようですわ。そして早速逮捕逮捕。キャー、眩しい。何も見えないですわ。キャー。どうして？さっき確かに倒したはずなのに。どうしていつの間にか元気になってますの？見たか。俺様を倒すことは不可能だ。なぜなら俺様の体は不死身だからな。が不死身の体ですって？あ、そういえばあの時。不死身のゴースト。くいくらダメージを食らおうが俺様痛くもかゆくもね。それに比べてお前たちは戦いのダメージが溜まっていく。そのうち疲れ果て、先に倒れてしまうのは、つかめに来たお前たち、探検家の方なのだ。うん。わかったか？俺様を捕まえることは不可能なのだ。お前も諦めるんだな。キャー、悔しい。こんなことで諦めてないものですか？後を追ってこのことで絶対逮捕しますわ。でも、どうして不死身なんでしょう？まあ、赤青の球体のいろんなダンジョンで流れる嫌というほど聞いた曲ですね。まあ、マグマの指定の最下層の曲なんですけど、もともとは赤青のね。とりあえずゴーストの催眠術警戒したんですけど、まさかあんなことになるとは想定しなかったな。やられたわ。こいつ超危険らしいですね。見えてるぞ。ロックブラストと虫食いだっけ？確か。なんか、危険極まりない技しかやってこないとか。お、技マシン打ってるじゃん。階段の弾買おうかな。エグスイの種か。俺飲んで欲しいんだけど、爽やか。救助で来いか。まあいいや、復活拾った、やったぜ。まあある程度持ち込んではいいけどな。チーゴのみ、まあでも二つあれば足りるんだよな。容器ラスだ。経験値。全然足りませんね。1万ぐらいかかるから。あ、痛い。倒せないのかよ。痛い。ちょっと舐めぶしすぎちゃったかな。左遷。いわく。やっぱ経験値は比較的多いな。ココドラがあんな強いとは思わなかったな。サベが当たるか当たらないかによるな。待ちなさいゴースト。今度こそ逮捕しますわ。観念しなさい。くっ、またお前か。しつこいやつね。俺様が不死身だというのを忘れたのか。
不死身だろうが何だろうが関係ありませんわ。私はあなたを逮捕するだけですわ。ふん、今までにもいたぜ。何度でも俺様に挑んでくるしつこい探検家がよ。しかし、そういう奴ほどショックも大きかったみたいだぜ。どんなに努力しても、なすべがないと、分かった時にはな。行くぞ。よし。一番離れればいいか。まあ当たるか当たらないかによるよね。うわっ、がー、なんとかなんとかでもないよ。今回楽勝だったよ、倒しましたけど。でもきゃー、また倒したはずなのに、がーがー、何度倒しても無駄だ。俺様、不死身なのだ。どうして、どうしてでしょう。どうしてゴーストは倒してもいつも元気でいられるんでしょう。わ、なんですの？そいつらはマグマック。お前がまた追ってくるかもしれないと思ってな。あらかじめ俺様が雇っておいた炎タイプのポケモンだ。炎タイプ？そいつらの炎に焼かれるがいい。じゃあな。あ、逃がしませんわ。油断した？キャー、やけどしましたわ。あ、しごー。キャー。うわー。キャー。うわー。キャー。キャーキャーキャー、キャー、もうダメ、助けてー。ブギャー、どこむ。あーキャー、あー、大丈夫か、キマリ。助かった。そうか、よかった。しかし、あんな奴らに送られたなんてお前らしくないな。まあ、その前随分ダメージを受けてたみたいだが。その点わしは今来たばかりで元気だからな。ガハハハ。でも、ドゴムがどうしてここに？え？どうしてって？あ。別に決まりが心配で助けに来たわけじゃないからな。ペラップに頼まれて様子を見に来ただけだからな。ペラップに頼まれたからですって？何よ。一度くらい助けたからで調子にならないでね。なんだよ、その言い方は。わかったよ。もうやらね。もう二度助けてやらないかな。ぷんぷん。ああ、ふう、またやっちゃった。結局すれ違ったままですわ。ほんと嬉しかったのに。ほんとお礼を言いたかったのに。なのに、なぜか素直になれないですわ。ああ、もう、ほんと自分に焼けがさしますわ。あの時。あの時、ドゴームはドゴーム内に、あんなに気を使ってくれたのに。え？ちょっと待って。ドゴームが言った言葉、ずいぶんダメージを受けていた。その点、わしは今来たばかりで、元気だからな。まさか、でも、そうとしか、今までもやもやとしたものが繋がった気がしますわ。やっとわかりましたわ。ゴーストが不死身でいられる、そのからくりが。はい、これは、アレンジになりますね。階段地形やったぜ。あ、見通し目はね、持たせるの忘れちゃった。じゃあ、2階、B2 階探索しておきます。ご視聴ありがとうございました。